愛知中学校、高等学校は、愛知県名古屋市畜作光が丘2丁目にある私立、中学校、高等学校である。1876年の設立以来長らく、男子校であったが、中学校は2004年度、高校は2005年度入学生より、男女教学となった。総統集専門志向として設立された経緯を持ち、現在も仏教の授業が行われている。 滋賀県は愛知郡にある愛知中学校とは全く別の学校である。1882年頃、渋江とが校長を務めていたことがある。以前までのコースは、愛類、通類、スリー類で、それぞれ系列外の中学校からの入学生、愛類または、ごく稀にスリー類の成績優秀な志願者、系列校の愛知中学校からのエスカレーター式、入学者であり、進学先は、 全生徒がほぼ大学だったが、2類、3類の生徒は、系列校である愛知学院大学への進学者数が少なかった。愛類の生徒はほぼ愛知学院へ進学していた。現在は、それぞれ3カ年コース、選抜コース、6カ年コースとなっている。また2年生進学時、3年生進学時に志願制で、選抜コースへの転入が行われる。 愛知高校の敷地内には愛知中学校があり、中学校からの内部進学もある。2004年度から高校より1年早く教学となっている。2006年度からは完全教学となっている。2017年現在33の部活動がある。1979年、ある教員が病気による視覚障害を理由に差別され、教員から事務職へ、 配置転換された。さらに2003年3月、それを理由に解雇を通告された。これに関して、希望の処遇と人格権侵害をめぐり当人側が550万円の損害賠償を求めた事件。第一審は原告が勝訴し、学院側に220万の損害賠償の支払いが命じられた。学院側はこれを控訴したが、二千六年十一月十二日、 名古屋高等裁判所での第二審においても控訴は、棄却され、第一審の判決が指示された。2017年5月22日、柔道部での練習中に高等部1年生、男子部員が、顧問に投げられた際に頭部を強打し、当該男子生徒は、脳脊髄液減少症と診断され保護者が、同年11月に、被害届を提出。同年12月2日、 愛知県警築査署が同部の男性顧問を業務上過失障害容疑で書類送検。ありがとうございます。